真剣勝負。昨日わしが浜のお母さんが泣いて頼んだあの出来事も、今の場合は何もない。仕切り直しを繰り返す用心して森の助が青いの覚悟を測りつつ、青いの呼吸がぴったりやった。さっと
極み方どこへ行く親方今日の相撲によく負けたお前の優しいその気持ち晴れの土俵で勝ったよさっきは志賀浜のお母さんが泣いて事情を話してくれたお前のおかげでわしが馬は今まで通り将来様のお抱え力士と決まったようじゃそうでございますかそれはそれは良かったところでそれに比べてこの岩見方伊勢屋の旦那やった町よに顔向けできない負けつも言わんとしましたその時に入り切った伊勢屋の金兵衛旦那が関取話は全部親方に聞いて涙が出ましたぞ人の作った大関の地位がどうしたなんとしたそれより優しいそなたの心ねいついつまでも相撲をやめずに続けておくれ伊勢屋の旦那の一言で石見方はまあ初心に戻って稽古の虫となる塵にし花はまた咲きてやがて勝ち取る大関の玉千代とも夫婦になってそっちは皆さんご存知の初代志賀之助二代綾川五郎次で三代丸山権太左衛門四代谷風梶之助五代小野川喜三郎六代大野松の緑之助七代稲妻雷五郎八代志賀の井田九右衛門さて九代目横綱は石見方が名を改めて秀の山雷五郎とめでたく出世を果たしまして東日本大震災の被災地宮城は気仙沼に大きな石碑が立ちました長く令和の今日までも九代目横綱秀の山の語り継がれた若き時代の神殿はこれにぎてひとまず読みを終えるI'm not sure.
る怖さは
あなたは偶然この金谷宿に泊まり合わせた医者でございます。しばらくはしっかりと養生をしなさい。ありがとうございます。これで再び舞台に立てます。失礼ながらお名前を言えば、普段の先生は名乗るほどではありませぬ。苦しも病人あったなら見るには当然。それでは私の気が済みません。失礼ながらお礼をと言ったなれば、先生は縁があったらまた会いましょう。そう言わずに私は歌右衛門という役者でございます。至らぬ私のこの芸で恩返しができますなれば、何とぞ声をばおかけくださない。先生と袖にすがるを振り切って、それではごめんと立ちさ。走る頃、座頭、今羽生玄石という方のお使いの方より手紙を預かってまいりました。何、羽生玄石、海下の港長崎であのシーボルトに学んだ羽生玄石か。あ、ご面識はない。手紙を貸しなさい。受け取りまして、吹きれば番長の旗本五千石、白塚組の塗料の水の十郎左衛門の難病、私が治療をしたん。前回祝いの宴の席で飲めや歌えの散財、酒に酔ったる十郎左衛門、飲めや歌えや踊ってみせろと無理難題の横車。私は
私は医者でございます。踊りは芸人の務め。なんだと、この水野十郎左衛門の頼みが聞けぬと抜かすのか。あ、何度でも申し上げます、私は医者でございます。踊りは芸人のやかましい。さあ踊ってみせろ。言われて吐く原石が。わかりました、私は踊れません。それであれば私の代わりにこの座敷に今売り出しの中村歌右衛門を呼んできて踊らせてみせましょうか。なんだと、歌右衛門、歌右衛門が座敷で踊るなど聞いたことはない。いい加減なことを抜かすな。いい加減なことではございません。私が一本手紙を書けばきっと来てくれるに違いがございません。来ないと申す、来てくれます。慌てて書いたその手紙を読み終えました。歌えもん金谷の宿で私の眼病直してくれて名前もつけず去っていかれた先生が、まさか天下の名医とは驚きますのも無理はない。慌てて客席に行って場に手をつき、お客様わけはこうこうこういうわけ。今を去ること3年前金谷塾にて私の目の病を治してくださった、その先生の一大事、少しの糸間をいただいて向島の料亭すずやにどうか行かせてくださいと、満座の客にと頭を下げる聞いていました。江戸っ子たちは受けた、返してこそ日本一の役者だぞ。言ってこいよ大門、鴨屋さん早く早く急いで向島にと言ってくださいませ。
昨日も濃い夜でしたが、今夜も一席目がなんと55分という、昨日の50分を5分更新してしまいました。というのも10分早く始まりましたから、あの司会のお二人は何なんでしょうかね。もうちょっと喋ってくれたらいいのに、それならどうぞって言われてもう舞台に飛んで出ました。ですから随分今日は長丁場でございまして、1曲目はできるだけと思って、2席連続あんまりございませんメドレーで歌わせていただきました。では水分補給タイムです。やはり今年の夏は異常な暑さでございます。ちょっと心地よい風は吹いておりますが、こまめに水分補給をしていただきたい。まあ踊ってる方はもうそれに熱中して、こまめに水分補給をしておられないと思いますので、今のうちに、これからまた後半戦が長いですから、まだ45分あります。時計止まってんのじゃないです、この後沸騰しで45分になるのか、それとも2回に区切るのか、それはもう出たとこ勝負。どうぞ皆さん方水分補給を。もうギターの生島さんも飲んでますか。飲んでます。飲んでますって普通はビールの会話ですけどね。スポーツドリンクで飲んでますかって飲んでますの珍しい。シローさんも大丈夫ですかね。改めて、水分補給してください。もうちょっと足らんでしょう。飲んでください。ここを飲まなければ飲む機会をもう失ってしまいますからね。ではメンバー紹介で、ちょっと長めにギターじゃん弾いといてくださいね。その間に僕が飲むんですから、分かってますよね。はい、ギタリストは生島学さんです次、温度同制御ですから繋いでくれるのはいいんですけどもね、びっくりしましたですよ。途中で飲むのやめましたし、このノリにはついていけない。はい、和太鼓三条四郎さんです。あ、普通の温度取りでしたら大体15分とか15分2回でヒリヒリ言ってますけど、もうこの時点で3人分ぐらいやってますからね。では後半戦、皆さん方水分補給していただきましたでしょうか。模擬店の方でジュース売ってますから、ミックスジュースも売ってますから、キンキンに冷やしてる。あ、そうですか。どうぞ皆さん方ご随意に、お飲み物をご調達して、飲んでいただきたいと思います。ではそろそろと後半戦の河内音頭行ってもよろしゅうございましょうか。いや、いいですかね。はい、飲まんでいいですか。大丈夫ですか。はい、では、イントロ2回行ってくださいね。僕もうちょっと飲みますので、はい、では懸命に伺いまして、後半戦の河内音頭でございます。夜8時30分まで、そらそうやろ、朝の8時半までやってられよ。夜8時30分までお付き合いの方をよろしくお願いをいたします。はい、上で今度取る矢倉
広いよ幼い頃から温度が好きで河内温度に青春をかけて覚えたかけて覚えたご愛想に13階段と
ら登り富士私下から釣り鐘そうで口はすくい線松椿へそとんどべそのアイボタンこの形をばもすならナンバー千機で人も知る真田幸村本戦地あらあれが長高いあの茶臼山遠時も明治40年の名古屋駅前駅前へ旅館行こうほいほい前にたたるおばあさんが番頭さん一晩泊めていただきとう存じます泊めていただきとう存じますはええけれどもばあさんうちは名古屋で一番有名で一番高くて一番大きい駅前旅館もっと安い旅館だったら駅の裏に行ったらいっぱいあるで番頭さん私はこの駅前旅館に泊まりたいんですああそうわあまた汚い風呂敷包みを抱えてなんじゃこのばあさんはで泊まりたい理由はなんです泊まりたい理由や宿に泊まるのに理由がいるんですか理由は主人と待ち合わせをしているためでございます。話をしている最中に宿屋の主が顔を出し番頭さん何をごちゃごちゃ言うてたのほら旦那いやそのおばあさんがどうしてもうちに泊まれたいとああそうえらいまた汚い風呂敷包みを抱えてあのな番頭さんうちは名古屋で一番有名で一番高くて一番大きいあいやその説明は先ほどいたしましたんでしかしながらどうしてもうちに泊まりたいとああそう今日は大事なお客さんが来る日やならまああの部屋にでもお通ししなさい聞いてた番頭が、あの部屋あの部屋と言いましたらあんた何年番頭やってなあの部屋やないかい一番汚い悪い部屋と口に出しては言えないので一生懸命目で合図人間万物で情です目は口ほどに物言うようやくわかった番頭が一番汚い狭い部屋目の六番にとはないさあよいどこさあよいやさあさあ夕暮れ時に駅前旅館前に立ったる一人の男これが下代の主人公これぞ余人にあらずして
los mares que digo con traición あ、一晩お世話になりますよ。あ、これは乃木か。日露戦争を得られてますます大阪んと家内一同大変喜んでおります。お部屋はいつものところでよろしゅうございましょうか。部屋はどこでもいいんです。それよりも東京から妻の静子が来ているはず。妻の部屋まで案内を頼む。お言葉でございますが、まだ奥様はご到着になっておられません。今は夕方の4時。あれは時間に遅れるような人ではない。来ているはずじゃ。恐縮でございます。まだご到着になっておられません。そうか、それじゃあまた間違えられたか。だからわしはいつも言うんじゃ、ばあさん、外に出るときには着飾ってくれと。あれは飾らぬ人で困っておる。今日の昼の2時か2時半ごろ、田舎のばあさんが風呂敷筒を手に持って、この宿屋の表に立ちはしなかったか。そらうちの妻の静子じゃ。よいよい、妻の部屋ならどこでもよい。通らせてもらうぞ。しばらくお待ちよ。通られては一大事。慌てふためく宿屋の主。その時表につきましたのは、車自動車30台、愛知県知事警察署長、名古屋における三師団長はじめとし、お偉いお方74名。閣下の部屋はどこじゃ。なんとか言いました。辺野6番。それいけ。ビア74名が一番汚い四畳半にピピピピピピと、押しかけた。Oh.
必ず決めるじゃないものよ。世のことわざにある通り、人は見かけによらないもの。今後この先気をつけろ。言えば乃木さんにこり笑って叱ってくれるな所長さん。宿屋の主が悪いじゃない。妻が勝手に取った部屋、夫婦であれば私が好む。もう同じいいこと。済ませた浴場は名古屋駅前人の波、威風堂々の非対称。大礼服に身を包み、静子夫人の手を引いてにっこり笑って汽車に乗り、伊勢路を目指して行きました。虫の音涼しい秋の空、今は昔のあの語り草。乗せまして大粗末ながらも歌いましょう。天九州小倉の城下町、宿屋の名前が限界や。座敷の奥の間に床の間にと立てかけあるのは日本語。武将ひげを生やしつつ、どっかと座った旅に一人、私がこの玄界屋の主でございます。実はこの小倉の城下を扱う細川の音の反応二番画廊で、有吉正源さんがついこの間人相書きを持ってきはったんですが、どうもこの大熊陣屋で五万石後藤又兵衛という天下の豪傑とあんたはんがあんまりにもよう似てはるんで、ひょっとしてとお尋ねをするわけでございますが、あんた後藤の先生と違いますか？え、何です？わしの名前は後藤より。
ちょっと上だ。あ、後藤藩よりちょっと上の八頭五兵衛じゃ。なるほどね。後藤と八頭、そらあんたの方が三度上や。そうでございますか。人違いでございました。ほらまた失礼いたしました。気にするでない。時に亭主、お前に女房はいるのか。あ、今下で用事をしております。後ほどご挨拶に上がります。そうか、子供はどうだ。嬉しいことにね、今年の春7人目が生まれましてございます。おお、7人か。橋本徹と一緒だな。子だくさんなこと。結構結構少子化対策に力を入れておるんだな。で、いまだ女房に父は出るか。なんです、いまだ女房に父は出るか。ああ、そらまあ7人目が生まれましたとこですから、もう飛ぶように出ております。そうか、それを聞いて安心した。亭主、長らく止まるぞ。嫁はんの父を聞いて長らく止まる。本番から気付けなかった。それではごゆっくりお泊まりくださいませ。ちょっと待て、お前に頼みがある。あ、まあお客さんの頼みでしたらできることなら何なりと。そうか、それじゃあわしがここに泊まっている間、お前の女房をわしに貸せ。あ、ほなほな言いなはんな。妙なところに気を回す。昼はいらんが晩だけじゃ余計悪い。そんなふうな意味じゃない。父さえ飲めばそれでよい。ごっつい顔しやがってひげ生やして。それであんた父の今のか。わしではない。これじゃ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 ってね、さっきからなんでね、その懐の中をボソ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 と。わしのせがれの金太郎、母に死なれて困ってよ。ああなるほど、奥さんに死に別れて、それでお父がないからここにいる間うちの嫁はんの父を飲ませると、そういうことでっかいな。それならそうと先に言いなはれ。昼はいらんが晩だけじゃとドッキリしたな。お安いことでございます。どうか、それじゃあ亭主、世話になるぞ。下に降りたる宿屋の主、みそがきおば、改めてやっぱりそうや。天下の豪傑後藤又兵衛先生が泊まりに来たんや。よし、これを小倉城に報告に行こう。宿屋の主が小倉城、二番家老の有吉に事の次第を報告すれば。何、宴会や。そちの宿屋に天下の豪傑後藤又兵衛先生がお越しになったか。あ、さようでございます。そうか、すぐにお殿さんにて報告と。細川越中の神に面会をするのに。有吉、世の城下に後藤又兵衛が来たか。あ、さようでございます。玄界屋にお泊まりでございます。そうか、あんな天下の豪傑を今から始まる天下分け目の
決戦を前にみすみすを坂城に行かせたら我々徳川方の不利益になる。有吉、お前は昔馴染みであったの。お前が直々に出向いて行って後藤又兵衛を世のもとに召し抱えてまいれ。走らせ喧嘩や二階座敷に上がりくる。誰じゃ人の座敷に挨拶もなく。あ、失礼いたしました。私は細川越中の神の二番家老有吉将軍でございます。何、有吉か。懐かしいな。幼い頃に一緒に剣術の稽古をした有吉か。構わん、入れ。失礼いたします。後藤先生、お久しぶりでございます。有吉、お前と俺とは幼なじみ。その先生はやめてくれ。いえいえ、今や天下の豪傑後藤又兵衛先生でございます。まあよい。で、何をあっての面会だ。あ、実は私どもの主細川越中の神が後藤又兵衛先生がこの小倉の城下の立ち寄りの時には若者の剣術指南役としてなんとか小倉に足を止めていただけないかと、これこの通り10万石の墨付きを持ってのお願い事にございます。細川公が申されたのか。さようでございます。そうか、情けに熱い細川公の噂は聞いておる。なれども有吉、わしは黒田家を浪人した。その理由はこれまで秀吉公に散々世話になりながら風向きが徳川に変わったから、徳川についた黒だけを許さぬと浪人したるこの又兵衛が徳川方につく細川公には仕官ができぬ。さもございましょうが、これこの通り10万石の墨付きを有吉何十万石積まれても関東方には仕官ができぬ。そうでございますか。いたる仕方がございません。それでは後藤先生、縁と命がありましたなら再びお目にかかることを楽しみに、いつまでもお元気でお暮らしくださいませ。いかんとしました有吉よ。待て待て有吉、わしは仕官ができる、わしは仕官ができるが、わしのせがれの陣太郎であれば五千石で仕官をさせるがどうじゃ。言われて有吉飛び上がる。手ぶ
空でお城に帰れのと思っていました。その時に後藤又兵衛のご子息がなんとたったの5000石。本当でございますか？ありがとうございます。主細川越中の神さぞお喜びのことと失礼いたします。ぽいと表に飛び出した。いました細川子が。お、有吉戻ったか。は、今戻りましてございます。そうか、後藤は何と申したか。それがそのわけはこうこうというわけで、黒田家を浪人したその理由が、これまで秀吉公にお世話になりながら風向きが変わった黒田家、今や徳川方についている。だから許せぬと仕官をした。後藤先生は徳川方につく。我が細川公には仕官ができぬと。何、後藤は仕官ができぬと申したか。残念じゃの。あんな天下な豪傑をみすみす大阪城に行かせたら、我々徳川方の不利益になる。お殿様、なれどご子息の陣太郎であれば五千石で仕官をさせる。この何、天下の豪傑後藤又兵衛のせがれ陣太郎であれば5000石。安いぞ有吉。日本一の豪傑のせがれ定めし立派な若者であろう。当年年は何歳じゃ。慌てて年齢聞くの忘れてるかな俺。確か10何歳じゃ。6です。6歳か。安いぞ有吉。今すぐ飯抱えて参れ。先生、これこの通り5000石の墨付きでございます。間違いなくせがれを5000石で細川公に預けよう。では有吉、せがれと対面をしてもらおう。ありがとうございます。亭主、ちょっとせがれを抱いてこい。Yeah.
こで泣いてはいけないと、ぐっと涙をこらえている。横で有吉困った顔、こんな血の身を抱えてぞ、どうして殿に報告できよ。とぼとぼお城に戻りゆく、迎えましたる細川公が一目眺めて、これが当年16か、申し訳がございませんと、ショート取り立て、ぐっすりと脇腹目指してつかんとすれば、その手を押さえて細川公が早まることをばしてくれな。後藤のせがれが最初からまだ小さくて血の見本なのは分かっておったぞ。なぜなれば16歳なら侍の子は元服済ませて、父の又兵衛と共々に大阪城に向かうはずなのに、敵がたわしのとこに仕官をさせるというとこ見れば、まだ小さくて血の見事だろう。さほどのことがわからんようでは一国一城の主となして、なんで政治ができようものか。豪傑ごと又兵衛の自信を受けた陣太郎、五千国で変更、あえて変わらぬ
感情、心の底よりお祈りしまして、また来年まで、さよなら。どうもありがとうございました。和太鼓三条四郎さん、そして福島学さんでございました。テーマのコメント北武道盆踊り大会2日間これにて終演でございます。ありがとうございました。そそくさと帰られたんで、10分長くやりましたですけれども、ではあと3分だけやらせていただきたいと思います。最後子供渡部力の限り振り絞ってやらせていただきました。ではアンコール、ではアンコール、アンコールのアンコールを、少しだけもう約3分ほどで失礼したいと思います。では踊ってくださいませ。これが本年の踊り納めということでございます。よろしいでしょうか。はい、では参りましょう。
変動期が移れば戦国の王は松永名乗る男女の久秀がよほほいほい構えた鳥では茂三条と二条の山よ乗って流れるや天戸川流れ着いたる河内戸に今も残りしみよは代表する浄土真宗のお寺でございましてね、はい、後ろに、階段の後ろにですね皆様、金色の下がり富士の門があります。あちらが、はい、本堂となっていましてね、はい、阿弥陀様がおられます。まあ、せっかくでございますのでね、この機会を利用しまして、皆様一緒に合唱していただいてもよろしいでしょうか。本堂のご覧いただきまして、それでは本堂の方ね向いていただいて、それでは参りましょう、はい、合唱。ナマンダーブ、ナマンダーブ、ナマンダーブ、礼拝。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これで来年もね、また日程が発表されますので、はい、2日間お越しいただきたいと思います。ぜひお越しくださいませ。司会進行は林家恵美丸と笑福亭雄平でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。来年もお会いしましょう。どうぞ皆さん階段ちょっとご注意ください。お先お召し上がりの方、はい、そうですね、お帰りの時に階段ご注意ください。お忘れ物もなきように、お忘れ物なきように、お忘れ物なきように、はい、どうぞ携帯電話とかお忘れ物なきように、階段をね、あの微動筋に出る時にも、はい、微動筋に出る時にも階段ご注意ください、はい、もうちょっとおります。僕たちはもうちょっとおります。はい、皆様階段を気をつけてくださいませ。階段お急ぎの方はこっちからお願いします。
はい、お足元にお気をつけて。この綺麗なの取って取って。出て消さんといてや。海外の方ですか。海外ね、海外ね、OK。サンキュー、ありがとうそうマッチ。OK。お急ぎの方はどうぞ、みんな右側から行ってください。こっちで今、サイン会が行われております。こっちから行ってください。ありがとう、手振ってくれてありがとう、嬉しい。はい、ありがとうございます。サンキューそうマッチ、サンキューそうマッチ。イェーイ、OK。ジャパニーズ、フェイマスエンターテイナー。OK。フェイマス、ベルベルフェイマスエンターテイナー。はい、オッケーオッケージャパニーズベリーベリーユーフェイマスエンターテイナー、はいはい、オッケー、はい、オッケーギャランティー日本うんゆえゆえはい、階段注意してください。はいはい、どうぞ。階段注意してください。はいはいはい、階段注意してくださいね。はい、ありがとう。ジャパニーズね、来たじゃジャパニーズだね。オッケーオッケー、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうぞ皆様、階段に注意してお帰りください。あの御堂筋の階段が急でございますので、どうぞご注意ください。まだ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 あります。すいませんよ、名残惜しいはございますが、どうぞ皆様もお帰りください。ちょっとお土産に、あの皆さんお土産にちょっとあのブースの方でお買い物も、はい、ね、してください。ブースでお買い物もしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ちょっと今日もだから帰れん方だ、まだまだ帰る、どうだ、はい、階段に注意して忘れ物ございませんようにお願いいたします。お願いいたします。名残惜しいはございますが、明日もまたお仕事の方早く帰ってください。お願いいたします。いかがでしょうか。口の忘れ物ですか。口の、はい、口の忘れ物ね、口の忘れ物、はい、口